ミケーレカニーニは、イタリアブレシア出身のサッカー選手。ポジションは DF。アタランタ BC ユースに所属し、2003年に、コッパイタリアプリマベーラで優勝。2004年にトップチームへ昇格。期限付き移籍先のサンベネデッテゼで質の高いプレーを見せて、飛躍の機会をつかみ、2005年にカリアリカルチョへ移籍。セリエ A デビューを果たし、その後も長く。 センターバックとして重宝された。2010から11シーズン第14節に、アンドレア・コッスのアシストで、セリエ A 発得点を記録。2011から12シーズンには、マッシモフィッカデンティ監督の下でプレー2012年夏、7シーズン在籍したカリアリを離れて、ジェノア c FC へ移籍。2013年1月に、ユース時代を過ごしたフルスアタランタへ。 トマス・マンフレディーニとのトレードで移籍。2014年1月、AC ・キエーボ・ベローナへ期限付き移籍。同年7月、フィッカ・デンティが指揮する FC 東京へ期限付き移籍。万全のコンディションではなく、復調に時間を要したが、2015年は、森重正人と共に、CB の先発を確保。しかし、期限付き移籍期間の延長は図られず、当初の契約通り、 同年6月末をもって、FC 東京を退団。保有元のアタランタへ復帰するも、同年9月にアスコリピッキを FC1898、2016年8月にパルマカルチョ1913、2017年1月には、US クレモネ税期限付き移籍。2018年7月20日、フェラル・ピサロに1年契約で移籍。2019年8月12日、 US ペルゴレッテーゼ1932に1年契約で移籍。12月12日に契約解除となった。U-20 イタリア代表として出場した2005、FIFA ワールドユース選手権では2試合でゲームキャプテンを務めチームのベスト8進出に貢献。2006年と2007年には U-21 欧州選手権でプレーするなど、各年代別イタリア代表のキャリアがある。 成績についての出展、ありがとうございます。